ブラちゃんのゃんお部屋、はい、皆さんどうもこんにちはいかがお過ごしでしょうか、今日は11月ですね、11月15日、まあ、あっという間ですね、この間始めえ、いつだろう、まだ寒い時期だったんでね、そこから始めて4月からかな。 もう半年以上経ちましたねはい皆さん毎月毎月あのこの時間あとは YouTube もね見ていただいてありがとうございますえっ、ー、と今月1か月か1か月どんなことがあったかって言ったらまず第一番のちょっと一番のニュースはあの同級生が国会議員になりました <laughs> あのこの間あの、ね、衆院選挙あったじゃないですかそこで今は愛知に僕は住んでるんですけど あの地元で青森,なんですよで青森まあそういうねあのー、地方から出てきてあの働いてる方って分かると思うんですけどこういうなんか選挙全国的な選挙がある時に自分の,あのせん住んでた選挙区では誰が当選したのかなって気になるじゃないですか。それ見てたらあれこれ見覚えがあるなっていうあの方がですねいて、はい、もちろんあの女性なんですけど女性議員で、はい、岡田花子さんって方がですね あの僕の中学校の同級生なんですよで生徒会とか一緒にやってた方があのなんとこの度あの立憲民主党からあの国会議員になりましたね女性議員で青森3区ですね僕弘前市なので青森3区で女性議員って初めてなんじゃないかな戦後初めて女性議員多分そうだと思いますあでもまああれですよあの 選挙区の,、ね、あの小選挙区、中選挙区、大選挙区ってあると思うからなあれだけど、小選挙区になってから女性議員は初めてなんじゃないかなと思いますね。えー、X のアカウントでもね、岡田花子さんってね、は花子の花はですね、あの華やかな花ですね、あのフラワーの花ではない、あの華やかな花のほの花子で調べると出てきます。えー、ぜひねねちょっととこれを機にあの岡田花子さんの発信とか、ね どんな活動してるのかっていうのを気にかけていただけたらなと思いますいやーちょっと励みになったなーで久々にあのリプライの方にもね「あのー、お久しぶりです」っていうふうに送って、はい、見ました <laughs> まあ反応はやっぱね忙しいんでねあの帰ってこなかったですけどもはいあのー、まあもともとそうだなやっぱ優等生タイプでしたよ あのクラスの中とか学年でもやっぱ上位の成績で地元の進学校に入ってで国立大学入ってでそこからあれかあの法科学院法科あの弁護士になるための,あの専門学校じゃなくて大学院大学院行って弁護士やりながらあの企業法務ですね企業の法務関係あの法律関係のお仕事を担当してで。 なんかいろんな企業塾とかなんかそういうのを経由しながら県民主党のなんか誰かにお声が掛けてで活動してったらあの自由に乗ってですね当選されたっていう形で、はい新たな花ちゃんおめでとうございます。そしてあと私事ではないんですけどあの今月一ヶ月何してたかっていうとですねまあ相変わらず仕事はしてたんですがはいやっぱり大谷翔平くんのねあのワールドシリーズ見てました。これは下馬評はね。 よくなかったんですよ、ロサンゼルス・ドジャーズってあんまり強くないよって言われてたんですけど、でもなんかあれよあれよと、彼がいるとなんかやっぱチームって盛り上がるんですかね、なんかそこで、あの、ヤンキースとこう、ね、ワールドシリーズ、世界一を決めるっていうね、えー、一戦があっという間に2連勝でいっぱいして、その後また2連勝で決めたのか、圧倒的な強さでしたね、後半、シーズン中はね、彼がすごく活躍したとは思うんですけども、あの、 プレーオフかあのシーズンが終わってからはちょっとね調子を落としてたりプレッシャーだったりだと思うんですけどもまあ見てましたねすごいですね彼ができないことって何なのかな妊娠と出産と授乳はできないぐらいですかね <laughs> なんかそう見えません <laughs> ただ彼の性格分析するとあの彼自分で何か一人でやるっていうよりはあの与えられた環境に飛び込んでいくとそこに対応していくっていうメンターがいたりあの優秀な指導者がいたりするとですね力を発揮する。反面自分一人だったら難しいっていうよくね彼ストイックだとは思うけどもやっぱ仕組みの中であの頑張った方がいいよねっていう環境の中に身を置いてるから。 彼はああれだけのの成績を残せるのであってあのもしね自分がどういうような形で成長していくのかっていうのもね分かりたい方はですね僕に連絡いただけたら、えー、性格診断性格診断がね僕がね一番得意とするとこなんですよなのでツイッターのアカウント X ですね X のアカウントに紫よそで検索するとあの出てきますので是非ねあの今の自分よりより自分史上最高のねあの成長したいっていう方がいらっしゃったらご連絡くださいということで。 では今月も始めていきましょうか、転職診断です転職の相談窓口ですね、はい今日今月もたくさんの方から、えー、いただいております、えーね、私の方も読んでくださいとかね、たくさんの、えー、と DM いただくんですけども、はいこれは、あのー、そうですね、僕の,あの好き嫌いで <laughs> 選んでます <laughs>。 ぜ本当は全員の相談に乗ってあげたいんですけど、やっぱりこう、多くの方が見てる、プラスアルファ、あ,のあ、これって一般的によく多くの人が悩んでるポイントだよねっていうところを踏まえた上で、えー、厳選させていただいております。ちょっとね、個人的な悩みだったりとかですね、あと何に悩んでるかわからないっていう、すごいあの、巻物みたいな DM 来るんですよ。ありがたいんですけど、なんか、僕的には何に、 悩んでるかっていうタイトルがあった方がねあの想像しやすいので是非その辺も踏まえて <laughs> DM を送っていただけたらなと思います、はい、では早速、えー、とこちらはですね24歳の方からの、えー、ご相談です、えー、転職で迷った時は皆さんどうしてますか、えー、転職について悩んでます24歳の高卒の方からですね はい特に夢もなかったので高校卒業後就職した会社を辞めずに今も続けています、えー、来年で六年目になります、えー、ただ今の仕事を続けても成績のために無理やり販売方法を強いられたり罪悪感で心が痛む一方です、えー、やりがいもなく給料だけが理由で続けていますこのままダラダラ続けても何も成長ならないので転職がしたいですとで以下の選択肢で困っていますそれぞれ何々系というだけで、えー、具体的な職種はまだ未定です まず1つ目音楽が好きなので好きな音楽を仕事にするなるほどで家族が、えー、人を助ける仕事をしていて憧れがあるので医療系に進むなるほどで3つ目 IT 業界のアプリ開発やウェブ制作に興味があるのでそっち系に進む えー、どの道も自分の興味がある仕事なので、えー、どれに進むか判断ができずにいますと、えー、上記の3つに該当する仕事をしている方もしくは詳しい方にお話を伺いたいですと、えー、職種によって高卒では難しいと思うので場合によっては専門学校などに行くと、えー、視野に入れてますが金銭的に余裕があるわけではないのでできれば働きながら学んだりできる方法があればいいなと思ってますということではい、えー、DM ありがとうございました。 そうだなまず甘口で言った方がいいのか辛口で言った方がいいのかこれ両方いあでも後半の記憶が残るからそうだなちょっと前半ちょっと辛口めに言おうかなまずは今のご時世ですね学び,た学びながら働くということはできません残念ながらこれねどの会社とかど,こどの事業所も余裕ないんですよ みんな即戦力欲しいんですよで人を育成してるっていう時間はほんと少ないですなのであのこれもしあの自分の進みたい仕事があってでスキルがまだだなと思ったらこれはですねあのどっかかしらでお金と時間をかけて学びながら仕事してくださいこれね会社はあの何も教えてくれないと思った方がいいですはい 大きい企業で儲かってる企業とかだとまだ余裕があるかもしれないですけど非常に稀です。なのでねこれね働きながら学んだりできるっていうねこれよくめちゃくちゃ多いんですよなんか前向きな気持ちでこうねあの学ばせていただきたいですっていう面接来る方僕もあの企業のねあの面接の担当っていう部分をこう担う時があるんですけどめちゃくちゃ多いですよこれ。 これはね言わない方がいいです昔は OK だったんですよあの僕今44歳ですけど父親がもう70超えて母親も6070手前かなんですけどあの僕の父母の時はに高度経済って言われてて日本の景気がこう何右肩上がりですねあの黙ってても年次昇給っていうのがあのするんですよ、えー、毎年給料が2万円から5万円とか上がるっていうねそういう時代だったので 長くいることによって、まあ、育ててやろうっていう余裕があったんですけど今は厳しいっすねですのでやっぱり自分で自己投資するっていうところから始めた方がいいですで多分この方おそらく失礼ですけどそんなに貯金はないけど貯金はしない方がいいですねあの自己投資してください自分のスキルとかあの奪われないものにあの投資してください これ重要ですねやっぱ学んだものっていうのは奪われないのでよっぽど体が不自由になる以外あの失わないものなのでやっぱ形のないものにお金をかけれるかでそして自分の未来に投資できるかどうかなんですよね投資ってあの価値が上がるものにお金を払うことなんですよこれ例えば株式とかもそうですし土地昔は土地かな今だとビットコインとかですかね価値が上がるものってあるんですよ で、えー、それを投資する前に自分自身に投資しないとやっぱりね難しいと思いますこれはねいろんな方に僕は言ってますね今までもちろんねあのなんかんと、ね、スクールに通うとか勉強会に出るとかセミナーに参加するとかそういうものにお金をかけるっていうものに慣れてない人は非常に戸惑うのもわかります僕もそうだな僕どんぐらいお金かけたのかな 高級車買えるくらいは <laughs>、お金払いました <laughs>。最初のね、あのー、最初の自己投資は、これ、第一金曜日やってる、あの、美穂姉がやってる、速読スクールですね。速読スクールに、19万8000円だったかなあ、違う。ちょっと、もうちょっと払ったわ。35万ぐらいね。払う、払ったんですけど、その時の、なんか ATM に行って、うわーって最後のボタン押せないんですよ。 で、あ、やめたって、後ろにも人並んでるから、やめてキャッシュカードだけ出て、うわ、でもどうしようかな、このままな、引き返せないな、とかいう、そういうの繰り、もう明らかに不審者なんですよ。<laughs> これね、でも払い切ったのは、やっぱ自分の未来にベットしたって、かけてみたっていうところですよね。やはりね、これ重要な、 ポイントなんですよね。今のままだったらやだっていう。でも払うのもやったことがないから、すごく怖いし、どうしようみたいな。僕今のか、今だったら、もうあ、ボーンって払っていかに回収できるかっていう考え方なんですけど、昔は、わぁ、35万失っちゃうって思っちゃってたんですよ。<laughs> これ、慣れないといけないですね。やっぱりね、自分のスキルとか、 自分の能力だったり自分の人間性を磨くとかなったらねやっぱ形のないものにお金をかけて自分の、えー、っと内側ですねどれだけ綺麗にできるか鍛えられるかこれは慣れた方がいいなと思いますねこれねどの仕事やってても今そうだと思うなずっと会社員だったとしてもスキルアップとかは必ず必要になってくるのであとこれ日本人は学費払って学んだ人って少ないじゃないですか。 自分でね高校からなんか自分で学費稼いでたって人はね結構ねあの成長しやすいんですけどやっぱり僕らあの豊かな国に生まれちゃったんで義務教育無料でしょであと自治体によっては医療費が無料だったりとかあと高校も親に出してもらったっていう人の方が圧倒的に多いんですよねで大学ももちろん親に出してもらったっていうねそういう風になってるんで教育イコール無料だと思ってて大人になっちゃうんですよ これ昔は良かったけど、今はもうちょっと時代の変換してるので、いかに学びにお金と時間をかけれるかっていうところはね、あの、やってほしいな。もちろんね、うーんとね、騙されたらどう,ですどうなんですか、騙されることはないです。ただ、身にならなかったっていうのはありますよ。ああ、この人はなんか、いろいろ YouTube で調べるとわかることを言ってるなとか、 その辺の見極め方はちょっとここでは時間ないのであの聞きたい方はご連絡くださいなのでまず一つはね自己投資って大事だよってちょっと辛口でコメントしてみましたで自己投資にお金時間かかるのが難しいって方はまずはまあ YouTube からなんかこう勉強系ですねビジネス YouTuber とかそういう方の発信を見ながら、まあ、その人の本を読んだりとかまあ本は一番コスパいいですね本は 2000円弱とか3000円弱で、あのその人が書いてることを学べるのでお勧めします。しかもなんかいいじゃないですか。なんか待合室とかでさ、あのー、スマホいじってるんじゃなくて本を読んで人を待ってるとか、電車で本を取り出すっていう自分に用意しれてほしいですね。あ、なんか一枚一枚自分の新しいページがなんかあのー、刻まれてるみたいな。 その感覚も僕ありだと思いますよ。もうスタバで MacBook とか開けてる場合じゃないですよ。みんなどうせね、ソティアとかなんか <laughs> 課金ゲームとかやってるわけでしょ <laughs> やっぱね、本は一冊とか、毎月一冊以上読むとちょっとずつ変わってきますね。ちなみに僕は速読スクール学んだので、多い時は一日5冊ぐらい読んだりします。毎月、毎月何冊だ ?10 冊以上は読んでるかな 毎日アマゾンから注文届きます <laughs>。おすすめは僕は本ですね。まず一番安い。で、いつでも読めるし。あと、最悪、なんかスマホがなくなっても本さえ残ってれば。あと、売れるんですよね。売れるし、プレゼントもできるっていう。あと、そうだな。話題にもなりますよね。友達とスタバで待ってまし、待ち合わせしてました。で、本読んでました。で、あ、どうもどうもって言ったときに、こう置いて、で、これがこ,こう、 気にななるじゃないですか置か置れた本ってでそこで話題がそこになるんですよね。今何勉強してんのみたいなそういう風にしていくと何かこう話しかけやすい人になったりとかですね話題が豊富になったりとかですねありますねで本買えないっていう人はもう最悪あんまおすすめしないけど図書館ですね図書館で自分の好きな分野っていうのを見つけて、えー、と無料で借りれるので。 そこで本読むのもいいのかなと思いますね。1日1時間、TikTok とかなんか時間とかす時間をあのフルベッドしてみてください。<laughs> なので、これ学びましょうねっていうところですね。で、はい、本題に戻ります。で、えー、この方は音楽系が好きというのと、あと医療系に進みたい。で、IT 系に進みたいっていうところ音楽が好きなので好きな音楽の仕事をする。あー 悪くはないけど、たくさんありますね。まあ、ギターを作る人もあるし、楽器を売る、販売する。あと、スタジオ。あと、こ、この、なんか、あれですよね。あの、アズパンも、音楽好きな人とかもいるかもしれないですよね。ただ、音楽の何が好きかって結構大事なんだよな本当に音楽好きな人って、ジャンル問わずいろいろいたりするとか、なんですよ。 この辺もねちょっとヒアリングしていく必要があるんですよこれねちょっと音楽じゃないけど僕のクライアントさんで私ゲームが好きなんですっていう28歳の女性がいましたこれ前の放送でも話したんですけどえゲームどんな種類好きなんですかって言ったらシミュレーションとか RPG とかあとあつ森みたいなそういうのもやるしあと FP 何 FPS なんかシューティングゲームとかもありますよねそれいろんなものをやってるから本当にゲーム好きなんだなと思ったんですよで 一つ一つねこれどういうゲームですかこれどういうゲームですかこれどういうゲームですかって言ったらその方ね一番好きなのはそのゲームのなんか元になってるストーリー世界観好きでやり始めたんですっていうあだからそのストーリーにあのなんだろう魅力ストーリーに魅力を感じてそのゲームを買ってやり込むんですねっていうでさらにそれを深掘りしていくと音楽が好きだ音が好きだって分かったんですよ 音がが人にに与えるる影響に興味があるんじゃないですかっていうところに分かって今現在ですね去年かな去年クライアントさんとしてカウンセリングしたんですけど今音楽療法なんか音が人に与える心理的な影響勉強して音楽療法士、例えばテンション上げたい時はどういう音を聞けばいいのかとかあとリラックスしたい時はどういう音を出せばいいのかとか。 あとなんか身近にあるものを音を出すことによってどういう,こう何心理的な働きがあるのかっていう勉強をしてます。で最終的にはいろいろカウンセリングとかヒアリングをしていってでこういう音とともになんかこう日常生活に入れていくとイラッとした時はスッキリしたりとかあのどういうふうな自分の今の心理状況を生かしていくかっていうお勉強してます。 なのでね音楽好きっていうのはこれもっと深掘りする余地ありますね逆にこれ失敗したパターンもありますねえー、っと僕の高校時代野球部の、あのー、部員がですね俺野球が好きだからってこうこもう小中高大学社会人まで野球やっててで野球用品のメーカーに勤めることができたんですよだけど配属先が総務 総務ってどんな仕事かっていうと在庫の管理ですね野球の用品を管理するで、野球の用品ってそ,その総務の彼働いた仕事はダンボールに入ってる野球用品の管理なんですよ全然バットやグローブとかユニフォームとか見ることもできない触れることもできない開発することもできないなんだこれ在庫管理じゃねえかってなって野球好きだったんだけど野球会社に入った野球用品メーカーに入ったで 用具の管理だけだったっっていう用具の管理だったらまだいいけど在庫の管理だったっていうのでやめちゃったんですよね。なのでねもしか今の僕が彼を転職の,あの相談に乗るとしたら野球でどういう時が好きだったのかどういう時が面白かったのかとかどういう時に実力が発揮できたのかっていうのを聞きます。例えば。あの 自分の技を磨けるのがいいとかいう風になったらやっぱ営業とかねあのスキルアップできる働き方って重要だったりしますね。で、えー、とた例えば、まあ、あのランナーを進めたりとかチームに貢献するため送りバントをしたりとかあのそういうチームに貢献してる感覚が好きだったから続けられたっていうんであればあの営業支援とかサポートですね人のサポートをするっていうのが得意だったりするので。あの 野球用品のメーカーではなくあの働誰かをサポートするっていう仕事を勧めたりとかですねあとは戦術とか戦略とか駆け引きが好きだっていう人はマーケティングとか企画とかねそういうあの職種に就くのがいいのかなというふうに進めることができますねなのでこの方も音楽が好きだっていうので、ね、よく YouTube がね10年ぐらい前かな あの東京駅の一面で好きを仕事にするっていうポスターがバーってあったんですよねあれは多分好き,好きを仕事にああ間違いではないけどもっと深掘りする必要があるっていうのはありますねだからさっきあの一番最初に出したクライアントさんのゲームが好きですっていうのはゲームの仕事はしてないんですよゲームの中身の何が好きかっていうところをもう,もう少し明快に分かると あの業種がが分かっったりしまますすよっていうのがまずポイントですぜひこれ、ね、見てる方、ヒント参考にしてみてください。そして、えー、2つ目ですね、えー。家族が人を助ける仕事をしていて憧れがあるので医療系に進む。あー、これ、あの、皆さんにちょっと一回問いかけます。お仕事で人の役に立たないものってあるんですかって話です。みんな仕事って人の役に立つから、あの、成立してるんですよね。なので、 人をし、人の仕事、人を助ける仕事はみんな、どの業種として残ってるものは全て人の役に立ってる。もちろん時代の変化によって変わりますね。例えば、うん、もう今、あれかな。僕も見たことないですけど、電話交換手っていうのいたの知ってますあ、スタジオ、あ、知らないですね。<laughs> 知らないんだ。 僕も知らないですけどあのいろいろやっぱこの仕事柄昔どんな仕事があったのかなっていうのを調べたんですよ今こうやってスマホじゃないですかスマホで電波でこう通じるじゃないですか昔は電話線だったんですよ電線であの通話ができるんですよでその電話も直じゃないんですよね直じゃなくて例えば地域名古屋市だったら名古屋市何区のどこどこの交換所っていうところにまず連絡いくんですよ で交換手の女性が電話出て「どちらですか?」って言ったら「何番何番お願いします」って言ったらあのイヤホンジャックの差し替えてそこの番号に押すっていう <laughs> そうするとその電話かけたところにつながるっていうこれテクノロジーの変化とともになくなったんですよね <laughs> でこれって人のためになってたんですよもちろんねけどテクノロジーの変化によっても必要なくなったってなってくるので あの仕事自体は、電話自体はなくなってないけど、でも電話会社って変わってきましたよね。あの今、NTT とかはもう通信とか、あと事務系のなんか企業のコンサルティングとかですよ、今。もう電話会社ではなくなりつつありますね。NTT コミュニケーションズとか、NTT ソリューションズとか、なんかそういう会社になってるんですよ。僕ら一般的なのはドコモですよ。ドコモは NTT の子会社なので。 電話事業はまだ残ってるんですけど電話交換手っってていうのはなくなくきましただからあのこの仕事したいっていうふうに皆さんお,お子さんいる方にねちょっとあの伝えたいですねこのなくなるかもしれないんですよテ,テクノロジーの変化によってその辺はね考えた方がいいかなだって今弁護士さんとかも一部の仕事がなくなるんじゃないかって言われてます あと、会計士税理士さんとか AI が出てくることによって、あの、ほぼほぼ書類のやり取りとかは AI が判定して、AI が書類作ってくれて、AI が申請してくれるっていう時代になってくるので、資格を取れば食いっぱぐれない。ああ、これ怖いな。これはないですね。そろばん3段とかの人がいるんですよ。なんかあの、空手で言うと、なんか、格闘技で言うと、 教室を開ける人けど今もそろばん教室って見,見ませんよね。<laughs> なので時代とともによって職種ってやっぱりね変わってくるのでその人はどういう能力どういう才能どういう行動が自然にできるかっていうこれ才能を見極める必要があるので是非ねこれお子さんいる方はですね子供が自然にやってること夢中になってることとかね これは大人になるまで見極めてあげた方がいいかなとは思いますね。これ本人気づかないんですよ。僕もなんか人前で何か話すってことは5年ぐらい前まで得意だとは思ってなかったです。これ意外なんですよね。自己分析のプロフェッショナルの僕ですらも人前で何か伝える分かりにくいことを分かりやすく伝えるっていうのは得意だとは思ってなかったです。ただ人よりはなんかできるなー っていうのはちょこっっとだけ思ってたこれ何かっていうとあの自分の生まれ持った能力ってあの学,ん学んできたとか努力した感覚がなく生まれながら持ってるものなんですよ生まれもながら持ってるものなのであの頑張った記憶がなないからみんなできると思っちゃうんですよでみんなできると思ってるからなんでもっとこれ簡潔にお話しできないのかなとかなんでこの人話長いんだろうとか。 なななんんんでこんな分かりにくいいだろうみたいなそう思ってたんですよ。自分と同じぐらい分かりやすく話せるだろうって思ってたんででもこれ気づいたんですよね5年前やっと <laughs> 自分は人より分かりやすくお伝えすることができるっていうなのでちょっとイラッとする人いたらそのイラッとする人ってどの行動ができてないからイラッとするのかそれって皆さんが自然にできる行動だから それができないからイラッとするのかなーっていうね <laughs> はい今商店街でねあの子供たちが帰る時間なんですよねハロー <laughs> 今これ本番中だよハロー <laughs> 外国人じゃないんだけどな僕 <laughs> ご挨拶はしたのであの、ね、カメラに映んないからな今こっち側がね今あの小学生2人が映ってます <laughs> はい。でも、これカメラに映んないからな。ちょっと、あのー、もう言及するのはやめよう。<laughs> YouTube 見てる方すいません。はい。ではですね。えっ、ー、とほい、まずはあれですね。人を助ける仕事に憧れ。憧れっていうところもちょっと僕は、あのー、非常にね、ちょっと言及したい。言葉言いたいところかな。これですね。あの、憧れの語源ってわかりますなんかいい言葉に見えるけど、 憧れは「悪ガるル」っていう言葉が語源になってるんですよ。これどういうイメージかっていうとああれいいなーって思ってるんだけど足元はおぼつかなくあのあ、ー、がいてる状態なのでうーんとなんだろうなー理想と現実のギャップがはは離れてる状態ですね。なので いやなんかすごい今理想と現実のギャップが離れてる状態なので慣れないものになろうとしてるっていう状態ですねで憧れていいものは自分が理想とするあのあ違う自分の能力が拡張された状態でどうなるんだろうなって思いをはせてほしいんですよ 例えば僕が大谷翔平になるっていうのはちょっとい痛いじゃないですか。44歳の <laughs> 男性が、俺は大谷翔平に憧れてそれになるっていうのはちょっとあの違うじゃないですか。ただ自分の能力を発揮するとか、いろんな人にどうやって勇気を与えようかっていう、あの自分の能力を知った上で自分を活かしていきましょうねっていうところは、あの彼はできな、ね、い。彼はできないけど僕はできるかもしれないっていうところに関しては負けねえぞって思ってますけど。 そうないものねだりはね結構苦しみますでは自分のねことを知った上でうんと憧れてほしいなと思いますねで医療系か医療系医療系あこれもやっぱな悩迷ってるから幅広くっていうことなんでしょうね ただ医療系はねライセンス取る必要ありますねでしかも看護師以外医者看護師以外はちょっと苦しい状態になってます薬剤師さんでもなかなか稼げなかったりしてるので一部の薬剤師さんは稼げるけど薬剤師さんってね大学4年通ってやっと働けるのかなうん看護師は専門学校も行けるけども まあ資格取れば病院,に働く病院で働くんであればいけるかなと思いますなので医療系ちょっと安易だなと思いますね作業療法士、うん、理学療法士あっていう方々最近ちょっと食いっぱぐれてる方が多いですね一人だけだったらいいんですよえっ、ー、ずっとどう独身で行くんであれば問題なく働けるんですけどやっぱ家族養うとか あと自由な時間とか考えてたくさん勉強したのに手取り20万いかないパターンがありますね。これはちょっとおすすめできなかったりするのでやっぱりね資格ライセンスとか資格とかよりはスキルを身につけていただけたらなと思います。で続いて、えー、と IT 業界にも興味があるっていうことでアプリ開発やウェブ制作に興味があるっていうことなので興味があるんであればうん。 これはやっぱ情報を取ってほしいですね。アプリ開発ってどんな感じなのかなとか。あといろんな、今は、今はチャット GPT をどれだけ使うかとか、生成 AI をどれだけ使いこなせるかっていうところになってるので、闇雲になんか、あの、詐欺ではないけど、ちょっと路頭に迷ってる人たちは、LP デザイナー、LP ってみんなわかります。ランディングページって言うんですけど、例えば、なんか、これを飲んだらお肌が綺麗になりましたみたいな、 あの美容系のなんか栄養補助食品とかサプリメントとかあったりするじゃないですかそれポチッとするとこう下にこうスクロールしていくと「あのこんなことにお悩みの方はこれで解決」「なぜならこういうふうな成分が入って体験者の方はこんなにいます」みたいな「今すぐお申し込みを」つって「今すぐポ,ポチッとしないとなんか30分以内じゃないとダメですよ」ってカウントダウンが始まってるあの横に縦に長いあのホームページみたいなやつあれランディングページっていうんですけど。 あれを作るあれを作っていきましょうあれを仕事にしましょうっていうスクールがあったんですよですけど、あのー、作り方は学べますただどのように売っていけばいいかとかあのたくさんこうアプリ開発とかウェブ制作してる方っていうのはめちゃくちゃ多いのでレッドオーシャンなんですよ私これできますって言ってるだけではなかなか仕事の受注につながらなくて。 副業本当は独立のはずなんだけど副業してる。どっちが副業か本業か分かんないような状態になってるので。何を学ぶにしてもやっぱ売ること、あと、あのどのように魅力的に見せるかみたいなマーケティングの概念ですね。これはね、学んどいた方がいいのかなっての僕が独立して3年経って思うところですね。セールス、ね、ってマーケティングですね。これ、あの会社勤めする人にとっても、セールスってあの自分の意思を 伝えることなんですよ。だから子育てにも使えますし、パートナーシップにも使えますし、人間関係がより良好になるんですよね。自分のこう提案したものをイエスと言ってもらうための関係構築とか伝え方なんですよ。なのでこれね、どの仕事するにしても必要だと思います。そしてあのマーケティングですね。マーケティングっていうのはあの選ばれる理由を,を作ったりとかですね、魅力的にあの。 見せるための仕仕掛け仕組み作りですね例えばいろんなお茶ってみんなコンビニ行くとありませんあれって選ばれるためにはやっぱあのブランディングが必要だったり CM 流したりとか他のお茶とは違いますよっていう差別化独自性を図ってるんですよね。それと同じように LP デザイナーとかウェブ制作ができますっていうスキルがある人は何万人もいるのでその中であなたにぜひ頼みたいんですよっていうものを見せるためには どうすればいいのかっていうのを、これは僕はあのマーケティングとセールスはよく恋愛に例えています。セールスっていうのは告白したら、はいよ、よろしくお願いしますって言われるようにする関係構築能力。で、マーケティングっていうのは告白されるための自分磨きです。これ、どっちも重要じゃないですか。なので、みんなね、マーケティングが好きなんですよ。あの、なぜなら、 傷つかかないからでも営業って告白みたいなもんなんで断られるんですよで断られたらちょっと傷つくんですよ僕でも傷つきますちょっとあ失敗したなうまく伝わらなかったなとかあの営業に関してはですよ <laughs> はいなのでこれどっちも学んどいた方がいいっていうのはあのー、今後の人生より豊かにするためにセールスとマーケティングはこれ必修科目なんじゃない大人になったらこれ必修科目なんじゃないかなと思いますね なのでまあ、どの仕事をするにしても重要ですよっていうので、はい、ぜひねあの24歳この高卒の方ですけども、はい、今はね大卒だからといってあの年収が保証される会社は少なくなってきたんで高卒とか中卒でもねあの大卒以上に稼いでる方は結構いらっしゃるので大事なのは学習歴ですね学歴っていうよりは何を学んできてどういう能力があるかっていうところが重要になってくるので。 それししかか見てななないいも会社の面接の人とかうんいろんな面接官面接担当の人って僕お話聞いたことあるんですけど彼らもともと人を見る目はそんなないんですよあの普段は仕事してるんで <laughs> はいでも初めましてであこの人この会社に入ったらどうなるかなとか分かんないじゃないですかやっぱそれぞれね何だろう嘘ではないけどよくもろうとするじゃないですか そんなに素直じゃないけど、面接の時間だけはなんか素直アピールとか、一生懸命アピールとかできるかもしれないわけじゃないですか。で、見る側もたくさん見てるから、あ違うなとか思ってても、多少の可能性にかけたいってあるじゃないですか。この辺ね、やっぱ面接官に好かれるポイントは、これね、共通点一つあって、いろんな面接官の方と100人ぐらいのお話したんですけど、あの、面接してる間に、あこの人は、うちの会社入ったら、一緒に働いたら、 こういうふうになりそうだなっていう想像ができたら採用は出しやすいって言ってましたね大企業はちょっと別ですよ中小企業とかあとはバイトとかの面接もそうですね一番の攻略法は私はこういうふうに育てられるとうまくいきますこういうふうにやるとちょっと失敗しましたみたいななのでどういう人と相性がいいですっていうのが分かると採用されやすいんですよね何 <laughs> でもいいです何でもやりますは 逆にちょっっと不安なんですって <laughs> みんな言うんで <laughs>。というところではいぜひね、あのー、転職に悩むっていうよりはやっぱ自分自身のことについてまだ知らなすぎると悩みますね。でこれ絶対僕勧めたくないのは条件で選ぶっていう仕事ですね。仕事がなくなったから給料がいいところで働くっていう。でこれはねまた同じ繰り返しになります。 これなぜなら僕が同じ経験したのでああこの仕事はもう昔僕はあのもう何年前だ20年以上前か20年以上前違うあ15年ぐらい前か15年ぐらい前あの都内東京に住んでた時にあの新聞屋さんやってたんですよ今今新聞ってみんな取らないと思うけど昔15年前はまだね最後あの新聞配達して 集金行って営業してっていうので住み込みで働けたんですけど2008年のリーマンショック以降あの広告の収入が落ちていってだん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 給料が減っていったりとかですね負担が増えていったりとかですねあもう新聞売れないなっていう風になってきてあのトヨタ自動車に働くために愛知県に引っ越してきたんですね。 で条件で条件はやっぱ良かったんですよで会社の名前もねあのやっぱ豊田自動車の従業員ですよっていう扱いにはなるので非常に待遇的には良かったですけどでも充実感は僕に関してはなかったですねだって車の部品工場で働くと「おはようございますお疲れ様でした」ってその二言だけで仕事が成立しちゃうんですよめっちゃこれ1時間僕喋ってる僕がですよ <laughs> 全然喋らないで仕事が成立するってまあしんどかったですね。なのであのそこはあの退職してあの独立の準備をしながら今に至るっていう形ですね。これはねみんなちょっとやってほしいなと思います自己分析自分がどういう能力がいいのかっていうところをあの。 自己分析はね、これ自分一人でやるとやっぱ難しいんですよ。これ女性の方はわかると思うんですけど、あの自分でメイクすると似たようなメイクになりません。<laughs> あと自分の好みであのなんだろう料理を作るとか、自分の好みで洋服を着ようとするとセンスある人はおしゃれだったり美味しい料理が作れたりするけど、あの人に食べてもらったり第三者からのあの意見がないと。 ななかなかねあの自,分なんか自分が着たいものと自分が似合うものって違ったりするし自分が食べたいものとあの自分なんか相手が美味しいと思うものって違ったりするのでこの辺の、ね、ギャップを埋めるためにはやっぱりねあの第三者が必要なように自己分析に関してもあのじあの1人でやるんではなくできれば、ね、あのプ,ロプロフェッショナルあの僕に連絡くださいって話ですよろししくお願いします。 では残り10分なので、えー、と最後のご質問いきますね。はい、えーと、これ、転職エージェントに対してのちょっと苦情を来てますね。<laughs> これ、僕じゃないですよ。あの、いろんな大手のね、あの転職のサイトってあるじゃないですか。<laughs> 転職エージェントの担当、これが普通なのでしょうかというご質問です。えー、30代後半の女性ですね。<laughs> え現在、 現在までアルバイトのみの職歴ですある転職エージェントを利用していますが担当の方に疑問に思うことがあります具体的には一つ、えー、面接前日にメールにて面接後のアンケートが届いたということですねタイトルのみ明日提出してくださいと記載がありました本文の内容は面接大変お疲れ様でした本日の面接内容を記載してご返信くださいなどになっていましたという結構淡白すぎますね どうう書けばいいいんだよっていうねで2つ目、えー、通らない書類選考を見かねて提出した履歴書職務経歴,経歴書で何か見直す箇所がないか伺ったんですが多少変えても意味はないと言われたことです現在 70, 70, 社応募70社多いな書類選考が1社の状態で通過したのが1社かあ可能があるならばと申し出ましたけど多少内容を変更したところで何も変わらないとの返信でしたという。 で3つ目、自己 PR や、えー、志望動機でアドバイスを伺っても、その内容で受かるものでありませんよとしか返ってこず、具体的な内容がほぼありません。転職サイト自体の Q&A に送っ,て送ってもらえるのみでした。えー、応募している企業はすべて担当セレクトから応募しています。自身の経歴がひどいものなのでサポートしてもらえないでしょうかっていうところでですね、これですね、ばっさりこう、あの、全部、 人任せっていうのが感じしますね。これはよめちゃくちゃあるんですよ。これ転職エージェントの方にもお話聞くとね、一番困るあの転職希望者ってどんな人ですかってなんでもいいから仕事紹介してくださいっていう。じゃあ、これでどうですかっていや、これじゃなくて、いや、なんでもいいって言ったじゃんっていうね、そういう言わないですよ。転職エージェントの方、言わないですけど、多分そのパターンに陥ってるのかなっていうのが多いと思いますね。 私はこれができて、あの、この分野で働きたいです。で、な、理、理由はこういう理由があるからです。やっぱこれ3つあると、一番、じゃあこういう会社ありますよっていうのが言えるので、そう、転職エージェントってね、あの、お母さんじゃないんですよ。<laughs> 親戚のお母さんとかおじさんとかでもないんですよ。やっぱり自分これしますっていうね、そういうものが分かった上で来た方がいいので、 まあ旅行会社だったらね HIS だったら私国会外行きたいんですってざっくりとしたものがあれば行けるんですけどやっぱ転職ってある程度自分で道筋決めてどこに行きたいのかで何で行きたいのかどの国に行きたいのかって同じようにあの自分の強み PR ポイントとあとはどの業種で働くかでその理由ですねで自己 PR っていうところは必要ですね。 これはないとね、そう、転職エージェントの方ってね、一人当たり20人から30人ぐらい少なくとも担当してます。で、常時、1日10人ぐらいの人と連絡、10人もいるかな ?10 人前後かな連絡して進捗状況とか確認するんですよ。でやっぱね、やる気のある人ってやっぱりね、サポート熱いんですよ。ってなるとね、 や,やる気を PR できてないかなっていうところが、これちょっと辛口なところかな、僕は。で、あの、一つ目の、あの、面接後のアンケートっていうのは、あの、別に送らなくてもいいです。<laughs> ただ、送った方が、あの、あれですよ。エージェントの人とは仲良くなりやすいですね。エージェントの人たちって、あの、どの会社がどういう面接してるかって聞きたいんですよ。なので、そこは、お世話になってるんであれば、 お返しとししとてどういうい面接でしたっていうのを細かくレポートできるかどうかこれ重要ですねこれ働いた時も、あのー、報告書とかも書くのでそれやっぱ書き慣れとか慣れとく方がいいですねどの仕事をしてもやっぱ報告っていうのは口で伝えるかあとは文章で伝えるかっていうことになるのでこの辺はね報告慣れた方がいいですねで通らない書類選考 見かねてて結構ダメ出しされたってことですよねこの辺はねやっぱ当たり障りなくなんかこう書いてるってなるとなかなか通らないかなと思いますね熱い思いだったりとか適性だったりとかその辺がねみんな必ずあるんですけど自分にはないと思っててこう PR かけないっていう人がいるんですよねやっぱ自然にやってる行動なのでねこの辺ね意外にいいんだなとは思いますね。 で自己 PR 志望理由っていうのはアドバイスを伺ってもそんな内容で受かるものではありませんよっていうのはよくあるのはあのー、なんだろうな当たり面接官とか転職エージェントとか僕もそうなんですけど、あのー、当たり障りのない志望理由とか自己 PR ってあると思うんですよ聞き飽きるんですよ <laughs> なのでこの人にしかない経歴から あのこういうことができますとかそこを聞くとあの引き込まれるんですよねあこういう過去があるから今に至るんだこれからこうしたいんだっていうのが明確になるとじゃあ一緒に働いてみようかなっていう風になるんですよね。なのでね自己 PR 死亡理由ががやっっぱ明確じゃないっていううないいてう風説が濃厚ですねこれ多いのでこの方だけじゃなくてもないので気にせずに。 そう自身の経歴がひどいものなのでっていうところでまあ確かにね結構これちょっと伏せてますけどまあいろんなあのまあなかなか仕事が長続きしないっていうところもあるんですけどでもなんかの特定の分野で力を発揮できるって必ずあるのでそこはねあの僕がファシリテーションを引き出していきたいなとは思うのであこ,このあとね僕がズームでお話聞くのでね是非ね あの活用してみてください。はいということで今日は、えー、お二人のね、えー、相談のちょっとね相談メールをちょっとあの発表匿名ですけども発表させていただきましたやはりねどの相談もたくさん来るんですけども自己分析ってやっぱ大事だよねっていうところに落ち着くんですよね僕の立場上もそうなんですけどや,やっぱりししょ転職とか就職もそうなんですけどあとは。 結婚生活とかもそうななんじゃないですか <laughs> あのー、自分のことが分かってで自分あそしたらなんか自己肯定感が上がっていくんですよね自己分析すると自分のことを知るので自分にはこういういいところがあるんだっていうのが分かってくるとあ自分のこともっと好きでいられるなっていう状態そしたら私のこと好きになってくださいっていうように結婚するとうまくいくんですけど私は自分のことが好きじゃないんですけど 私のことを愛してくださいって結構男性的にも重いじゃないですか逆もしりですよでこれ仕事もそうなんですよねあの実績はないけど僕これできますっていうのを言い切れる人と私はもういやどこ行っても長続きしなくてここだったらいいかなっていうなんかこう頼られる感じだと見ず知らずの人にね時間とお金をかけて雇うっていう余裕のある会社は少ないので。 ぜひね、やっぱり自分はこういうことができますっていう、実績はないけど、こういうことが昔からやってたんですよね。で、御社の、あの、働き方っていうのはこういうことがあるので、私は行かせるんじゃないかなと思ってますっていうね、そういう風に言い切ってほしいっていうのはよくあの僕のクライアントさんには言ってます。なので、自己分析しましょうっていうことになっております。<laughs> これ、ね、あの、オープニングにも戻りますけど、やっぱりこう、 1> ここ1か月ね僕が注目した同級生の,あの国会議員になったね同級生だったりとか世界一になった大谷翔平君とかこれ何何があるかっていうとやっぱりね自分をちゃ,ちゃんとこう何ができるかっていうところを見つめた自分と向き合ってきたっていうところなんですよなのでこれはねお金があるとか時間があるなしとかあと関係なしに自分と向き合うってことに関しては僕は分かりやすくあの対話によって 引き出していくので今後もっとあの転職だったり転職をはじめとして人間関係だったりあのキャリアの形成ですねそれに対して、えー、自分と向き合うっていう必要があるっていう方がいらっしゃったらですねご連絡くださいぜひまた来月お会いしましょうさあ残り20秒になってますけども、はい、今日ちょっと名古屋市内は雨模様ですけども、はいえー、皆さん天気が変わりやすい季節になってます僕は先月かららねちょっと喉をやられたり 鼻水が出やすかったりするんですけどお体によく気をつけてそしてまた来月お会いしましょうよろしくお願いしますありがとうございました